週降り積もるここ万世橋の停車場、上り下り停電、ご迷惑をおかけいたします。しばらくお待ちを願います。申し訳ございません。思いがけなく土砂降りの雨が本降りに変わって、万世橋の停車場は花見帰りの客などでごった返しておりました。上り下り停電。上りは停電、下りは故障だとようやんなっちゃうな。あったく、桜ばかりじゃねえや、人間だってこの降りで停電ときちゃしぼんじゃ。先生お困りでございましょう、ひどい降りで。お、べっぴんじゃねえか、アク抜けがしてるじゃねえか。須崎ねず品がこつってとこだな。色白な切れ足、アサギの手柄で瓶の色っぽいところ、陣屋ぐらいは傾けるってやつさ。な、陣屋か。ありゃいけない、毒が脳へ登ったんですな、あの女。実月の英気、美人の英子、不憫ですな。こうした話を聞き流しつつ、勝者な身なりの紳士が雨にけぶる神田明神のあたりをじっと見つめております。思い起こす遠い日々、それは忘れもしない17歳の秋の頃、静まり返った明神の森で少年宗吉は命を絶とうとしておりました。ふるさとの祖母に心の底で詫びながら、森を照らす月はまたふるさとの軒を照らし、寂しい光を夜の静まに投げかける。宗吉や、達者で勉強しておくれよ。心の底で聞こえる祖母の声をかき消す木枯らしの音、それは忘れようとしても忘れることのできない少年の日の傷跡でありました。振り込められてムッとする一息れの中で、九段の女も暮れゆく神田明神のあたりをじっと見つめております。白狼のような肌に眉の一筆、清艶なまでに。宗吉が都へ登った年の秋深い頃、明神の境内に続く階段を追われるように駆け上る一人の女がありました。
なんてこと。まだ子供じゃないか。なぜこんなことをしたの。一体どうしたの。無分別な心得違いなことをして。凛とした声が響いて、宗吉がはっと我に返った時、あ、いたいた。しょうがねえな姉さん。おせんさん、さあ帰るんですよ。さあおせんさん。しょうがないね、まったく。出先からずらかるなんて悪い了見だよ。さあ帰るんですよ。姉さん素直にお帰りなさいよ。さあ出たぞ。え、畜生、脅かすね、やる。ふざけた真似を。抜き上がったぞ。本身だ。口ほどにないやつだ。さあ早く連れて行け。おせんさん、ご悲観といたしましょう。キャスラーの時は兄恐れに足りんやですぞ。さあ待ってくれ。あんたいらっしゃい。悪いようにはしません。一緒においでなさいな。ね。こうして宗吉はおせんに拾われたのであります。彼は追走にふけるのでありました。明神の境内近くの路地奥に、古美術鑑定内閣美術共進会事務所と怪しげな看板を掲げる家がありました。宗吉を救ってくれたおせんは、インチキ悪党連の首領である熊沢に力ずくで情婦にされて以来、足抜きつつもたせと食い物にされていたのであります。おせん、よく帰ってきてくれたな、おせん。なんとか言えよ。どうした、仏頂面して。おい。どうしたんだ。ふん、また私を食い物にしようって言うんだろ。お前さんの腹は分かってるよ。はい、そう怒るなよ。マブの頼みだ。頼むぞ、一つ。なんとか一つ百両でも多く手に入るように、きれいごとに頼む。そこへ手下の松田と天谷が、おせんさんを拝借して、とにかく金だ。何しろ危なくなってきたんだ。先方行ってつないでいるから、その間にお前たちはいいな。天谷、金が手に入ったら天谷、てめえが骨董屋に化けて一芝居だ。分かったな。なんだこの小僧は。ええ、おせんさんが拾ってきた野良犬野郎でさ。おせんさんの物好きに何ぼんやりしてんでい。さあさあこっち。おせんは熊沢の手下松田夫婦の計りごとに使われる身となりました。悪事にかけては凄腕の夫婦であります。妹さんは。はいはい、そこにおりますから、どうぞご覧なさい。さようでございますか。
素晴らしい上玉だ。お美しい。ああ、本人も大変喜んでおる。大丈夫でございましょうか。先日お話申し上げましたように、先方は仙台でございますが、とうございますが。何、要求通りの額を出すんなら、台湾だろうが、北海道だろうが、構わん。要は金の問題じゃ。お改めください。では直にお話を。これも千立てまではすき家町から出ていたんでございますよ。確かに。ところで、いつお迎えに参りましょう。そうですね、遠方へ行く妹ですから、ゆっくり東京楽しませてやりたいと存じましてね。承知しました。安心したまえ。近日東方から連れて行くから心配はない。ではよろしくお願いいたします。寺の本堂、静寂を縫って読経の声が聞こえてくる。和尚さん、和尚さん、あなたはとんだ人を世話してくださいました。どうなすったな、万隆寺さん、血相を変えて。時報の軸は熊沢に、寺の再婚どころじゃありません。何ですと。熊沢さん、証を立ててくれなければもう警察へ出るより仕方がない。あんたを信用していればいい気になって、あの掛け軸を売り飛ばして着服して愚装をごまかそうったってダメだぞ。どうしてくれるんです。熊沢さん、不木さんに急いで金がいるようなことはあれほどお頼みしたではないか。それを。何をおっしゃいます。心外ですな。身体発布、命にかけて僕は信じた。この熊沢をご信用願いたい。不木さんはご不幸にも最近お国のご本土を栗ともに山火事で失われ、その再婚のため昼夜奔走、時報まで金に変えねばならぬ始末、まことにお気の毒な真意で。お話のご仏像の件は断るとしても、とにかく軸の代金を受け取らねばもう承知しませんぞ。党にお届けしていなければならんはずですのに、けしからん骨董屋で、私も困っております。そこへ天谷が骨董商に化けて駆けつけてまいりました。どうも申し訳ございません。遅くなりまして、あいすみません。代金を持参してお宅へ馳せつけますとこちらだということで、一刻も早くと。お持ちいたしました。お軸の代金でございます。骨董商聚楽堂です。どうも。お確かめください。さようか。ではちょっと失礼。
ご苦労だが、世間におせんは持っていかれやしないか。そこが鬼の夫婦松田の腕です。いかがなものでございましょうか。ご仏像の方は手前どもにどうかよろしくお願いいたします。どうか一つ。ご仏像はあれだが。拝見いたします。なるほど、弥陀三尊、これは見事ですな。立派なものだ。天平にと、それも代表作品。ぜひお下げ私を願いたいと存じますが、寿楽堂の名誉にもなりますことでよろしくお願いいたします。前の軸とは違って貴重な御仏じゃからな。信用が第一ですぞ。仰せの通りでございます。面目次第もございません。こっちへ来い。貴様、何をなさいます。こら、貴様、我が輩の信用よくも傷つけたな。熊沢さん。さあ、放り出せ。けしからんやつだ。いいか、以後絶対うちへ寄せつけるな。出入り禁止だ。まあ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 。熊沢さん、決してあなたを誤解しているわけではないが。全くけしからんやつだ。知っての通り、何しろ貴重なご仏像じゃからの。実にけしからん。どうした、天谷、痛かっただろう。大いなる悲観は大いなる楽観に一致すだ。そんなバカバカしい真似はできませんよ。お断りだよ。私は嫌だよ。バカバカしいだと？おせん、一生楽に暮らせる大仕事だ。嫌ですよ。坊主を騙すと七代たたるって言いますとさ。強情な女だ。お断りだよ。どうしても嫌か。おい、おせん。乾物熊沢の悪巧みはとどまるところを知らず、人の良い布木を意のままに操り、仏像をせしめるためにお仙を使おうという腹であります。命が惜しくば言うことを聞き。さもないと。刀を突きつけられては抗うことはできなかった。手こずらせやがって。面倒かけやがって。はじめから素直に聞き上がりゃいいのに。まったく。ぐずぐず言いやがって。お上際の悪いメロウだ。これはこれは。不牧師がご来訪です。熊沢さん、ようこそ。さあどうぞお通りください。これまでも幾度となく抵抗し、呪詛と怨嗟を投げつけたおせんであったが、その度に凶暴な力によって屈服させられ、
無理やり悪事の手先に使われる。酔っ払った箱入り娘ってのありゃしませんよ、まったく。おせんはつくづくと我が身が恨めしかった。口惜しかった。いや、とんだ方面違いのお話で、拙僧には。いやいや、そう遠慮なさらずと。何もご縁のものですから。あいつ何してあんだろう。イライラしている古文の平四郎。遅いじゃねえかてめえ、野良犬野郎め、何をグズグズしてやがったんだ。この野郎、こいつ金貨の野郎だ。散々に打ち挑着される宗吉だが、じっと耐えるより他はなかった。こうして毎日こき使われる宗吉であります。ダメですよ、沢っちゃん。おい、風呂の加減を見ろ。いらっしゃいませ。どうぞごゆるりと。これがお話のお妹語で。さあ風呂へ入った。坊主がお待ちかねだ。さあ、どうせ私はおしろいを塗って化ける目だぬきさ。そうちゃん、つらいだろうね。情け知らずのあの人たちからどんなことをされてもね。きっと我慢していてくださいね。ひどいところへ連れてきてしまって堪忍してね。そうちゃん、これからはどんなことで私が相談相手になります。くじけないでね。くじけちゃダメよ。ありがとうございます。嬉しいのです。お母さんか姉さんに会ったような気がします。頼るものとてないお宅に満ちた都の片隅で、宗吉は初めて温かな人の情けに触れたのであります。この野郎、また怠けてやる。とんでもねえ野郎だ。ほらほら、酒買ってこい。グズグズするな。早く行け行けよ。ほら、次から次へと出される豪勢な趣向のもてなしに、富木はすっかり上機嫌であります。あなたの妹がなら一つ慎重に考えさせていただきましょう。そうですか。つまらぬものですが一つ。いや、あのちょっとと失礼。どちらへ。え、ちょっと。ご不浄はあちらです。
眼福眼福、天女のようだ。どうかなさいましたか。熊沢さん、あのお妹を拙僧にくださりますか。二日ものでもお構いなくばもらってやってください。これはありがたい。さあどうぞ。いやいや、今度は拙僧が。さあ吸ってやろう。強靭に刃物だね。とにかく綺麗になった方が万事好都合じゃ。おい小僧、金だらいに湯を持ってこい。ガキ、ここへ面を出せ。おとなしくしてろよ。動くな。じっとしてるんで。よく切れる。動くんじゃない。ああ、手際ありがいい試験台じゃ。何をするの。よしてちょうだい。いい加減によし。怒るな。こんな小僧の前の一つや二つ落としたってどうってことやね。落とされてたまるものか。かわいそうに痛かっただろう。ひどいやつだ。そんなにそれだけ。この前をそれ落としてごらん。さあそれ落としてごらんよ。お前たちの言うことなんぞ死んだって聞いてやるもんか。人でなし。おせんさん、さ、髪を触らないで。お前さん、ダメじゃないか。そう怒らないでも、シャス、シャス。アマヤ、化けろ、化けるんだ。骨董屋の出番だ。悠々たるかな天井、寥寥たるかな古今。五尺の証拠をもってこの台を計らんとすと来たね。実におきれいだ。今春女学校ご卒業なされて。音楽をご修行中、結果ですな。お勤めの声なぞはさぞかし美しいことでござりましょうな。拙僧も聞きたい。こちらいらっしゃい。さあここへいらっしゃい。拙僧のそばへ。さあ。こんなに可愛がっていただいて千個も幸せです。いや寺も立ち、かような美しい妻を迎えるとは拙僧も妙が至極。あ、どうも。貴様どうして来た。出入りを差し止めてあるはずだ。貴様なぜ来た。けしからん。まあまあそう怒らずと。まあ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 熊沢さん、待ってください。他人行儀はお互いにやめじゃ、やめじゃ。
節操にお任せください。万事円満に。ご仏像の件で来なすったんだろう。さようでございます。まあまあ、さあ、次郎工藤さん、ここへ来なさい。一杯おやり。大丈夫、うまくいくよ。大丈夫、全部も熊沢さんにお任せしてある。大船に乗った気でいなさい。ご無沙汰、あんたのところへ。安心しなされ、安心を。寝ちまいましたぜ。絶えない坊主だ。すべて手はず通り、熊沢は北総園だ。芝居はこれからだ、おせん。秋は日ごとに深まり、冬の足音が近づいてくる。朝晩の冷え込みも厳しい。だがしかし、宗吉は相変わらず粗末な一重一枚で、風呂炊き、掃除、買い出しと追いつかわれるのであります。満足に食事も与えてもらえず、ただ酷使される日々。赤切れの痛む手でただひたすら黙々と働く宗吉が、おせんは不憫でなりませんでした。そうちゃん、一緒に来てちょうだい。もう霜が降りようっていうのに、そのなりではね。かわいそうに。寒いでしょうね。いえ、でも我慢できます。たった一人で待っている国のおばあさんのことを思うと、どんなことでも。懐かしいふるさとの山河が宗吉の脳裏に浮かんでくる。宗吉や亡くなったお前のお父さんが東京へ勉強に出る時も、わしがこのようにして着物を着せて死んぜた。あの時のことを思い出す。おじいさんやお父さんにも負けないような立派な医者になって帰ってきておくれ。その時の嬉し涙でわしの目はきっと開く。おばあさま、私が帰ってくるまではどんなことがあっても死んでは嫌です。待っていてください。待っているとも。亡き父母の墓前に手を合わせ、いよいよ旅立ちの時を迎える宗吉であります。体に気をつけて一生懸命勉強しておくれ。どんな辛いことがあっても辛抱し、宗吉。
おばあさんをお願いします。いよいよ出かけるかね。沢さん、出世を待っているぞ。行ってまいります。可愛い孫の門出に祖母は見えぬ目でいつまでもいつまでも送るのでありました。初めての旅立ちとて不安と期待半ばする少年の背に山は惜別の歌を奏でる。水清き村里に心を残しつつ医師を目指す体毛闇がたく遥か遠とへと思いを馳せる宗吉の、それは風まだ寒き17の春でありました。旅枕に夢を結ばせ憧れの東京へ。だがしかし、働きながら夜学へ通うという望みは容易に叶えられなかった。生き馬の目を抜く都に頼る人もなく仕事もままならず途方に暮れる日々。のどかな田舎の暮らしでは想像もつかなかった人の世の酷迫さを初めて知った彼は、深い孤独感に襲われ生きる力を失っていった。貧窮と絶望の果て死を決意し明神の森に立ったその時、後期霊老たるお仙に救われたのであります。どうかしら。雪もいいし、よく似合うこと、よかったわ。はい、袴を見せてください。はいはい、ただいま。物はよろしゅうございますよ。いかがでございましょう。いかがですか。おいくら。もう少しなんとかならない。いかがでしょう。そうね、締めておいくらかしら。あら、すみませんけどね、着物だけいただいておきます。袴はまた。さいですか。ありがとう存じます。学校の門をくぐる学生を見れば医学への立ち難い欲求が湧き起こってくる。祖母との約束を果たしたい、
自分も早く勉学に勤しみたい。国の祖母もどんなにか案じていることであろう。あなたも早くこんなにして学校へ行かれますようにと、私は毎日祈っています。晩秋の大気を震わせ、ニコライ堂の鐘陰陰と、宗吉お仙の字だを打つ。おばあ様の真心が私に宿って、姉さんになってあなたを守ってやってと会わせてくだすったように思われますの。縁やな香り漂うお仙の姿が少年にはまぶしすぎた。だがなんと魅惑と慈愛に満ちた言葉だったろう。澄み渡る鐘の音はお仙の心そのままにさえざえと鳴り響くのでありました。いよいよ熊沢の悪刑が実行に移される時が来た。お仙をおとりに布木を丸め込み、地方本尊弥陀三尊を略取し、莫大な金を得ようという用意周到な企みであります。仏像が運び出される。万事接待でお待ちを。妹のことも一切松田の家内が承知しております。ご安心ください。これは良い仏像だ。歴史的にも大変優れている。素晴らしい。細部をよくご覧ください。実に見事だ。こうして熊沢はまんまと大金をせしめるのであります。見てください、お金をもらったんです。寺から築地まで仏像を運んだ分け前だって松田さんが5円くれたんです。よかった。これで本も買えるし、明日から学校へも行ける。子供のように無邪気に喜ぶ宗吉。ダメよ、宗ちゃん。このお金は使ってはいけません。どうしていけないんですか？どうしてです、姉さん。なぜです？あんた何も知らないからそんなに喜んでもらったんだけれど。不浄の金、あなたにもし縄がかかるようなことがあったら、そんなことがあったら、私は生きちゃいない。あんたのもしものことがあったら、そうちゃん、学費は私がきっと工面してあげます。返してください、このお金。そうちゃん、すぐに返しておいでなさい。わかりました。大いにやろう。大勝利なり大勝利。立派になる人、汚れたお金は使わせられない。ああ、どうしたかさ、ここへ来て食え。来いよ。
これはお返しいたします。何やったんだぞお前に。取っとけよな。取っとけ。お返しいたします。不浄な金だそうですから、いりません。なに、不浄だ。こいつよくも抜け抜けと。小僧、とんでもねえ野郎だ。生意気な畜生め、なんてやつだこの野郎。せっかくやったのに。お仕事にケチをつけあって大それた。おいてめえ、そんな口聞ける身分かよ。おい、のらんだとあれんで拾ってやるよ。つけ上がりやがって。枯れてるんだろてめえ。待て待て、我に公明の計りごとあり、任せたまえ。さあここへ。おい小僧、もう少し目先の見えるように明るくしてやるぞ。どうだ、明るくなっただろう。少しは見えるようになっただろう小僧。こんな太刀の悪いやつは猿と同様に食い物でしつけることだ。それがいい、それがいい。四五日飯は食わせねえぞ小僧。一人前に仕込んでやる。分かったか。いいざまだ。お、飯だ。いい匂いだ。好物好物、うまそうだ。どうした小僧、ひもじかろう。うまいぞ。どうだ、ん、食いてえだろ小僧。10時に例の大仕事があるんだ。いい加減に切り上げろ。分かってますよ大将。いいか、10時だぞ。勘弁してやろう。答えただろう小僧。塩せんべいを買ってこい。金だ。実践だ。落とすなよ、いいな。靴輪の形の浮き出してる名物相馬せんべい。そうだ、買ってこい。早く行け。早く行け小僧。すきっ腹を抱えて宗吉は町へ。ひもじさ募る少年の鼻孔をくすぐるうまそうな匂い。おじさん、2000ください。ありがとうよ。
おばあ様、許してください。明神の石坂、貝殻裏の横工事に、下地の符に靴輪の形の浮き出して見える名物のせんべい、これが悪党連の好物でありました。ください。ただいま。またいただきか。そうとんやが。お、やべ、ケーキ漬けに一杯。チッ、てめえが脅かしやがって。あ、こっちへよこせ。中中のタコ。あれ、おい、数が足りねえぞ。どうしたんだ。よい、小僧、足りねえじゃねえか。ああ、このガキめ、2000がとこサバを読みやがったな。こいつ、婦女の金だなぞと抜かした下の根の乾かねうちにそろざばだ。いい根性だったか。君はなかなかこの道の天才じゃよ。ふざけたものしやがって。なんで、この合わせだってぬすっとやるみ。こいつ、面に似合ねふてやらだったか。ガキのうちからこの始末じゃ。せ恐ろしいや。まったくだ。あの面でよ、先端は双葉よりかんばしか。不定ガキだ。針のむしろに座る心地、口汚く罵られあざけられて、少年とはいえその身に備わった清烈な矜持がドブ川へ投げ捨てられる思い。これまで耐えに耐えていた彼はもうどうにもこらえることができなくなった。さらなる屈辱を受けるよりはと座敷へ飛び込む。カミソリをつかむとそのまま表へ走った。あ、危ない。そうちゃん、そうちゃん待って。姉さん、堪忍してください。身を翻すと宗吉は明神の森へ、夜の森へ走った。息災延命、学問学校、心願成就。社殿の裏のイチョウの陰で、あわやの刹那カミソリをもぎ取られて、宗吉はただ呆然と、心はうつろでありました。そうちゃん、どんなことがあっても死んではダメ。どうか気をしっかり持って。私が助けたと思っちゃいけません。おばあさんの真心が神仏に通じてお助けくだすったんです。おばあさんの心が私に宿ったんです。でもなんてことだ、このままではそうちゃんも私も悲しいね、悔しいね。闇夜に白きお仙の頬に、星の血なるがごとき悲しみが影を刻む。熊沢に見込まれて、腕の力で一緒にされてから、食うや食わすの苦労はのべつ、身売りさせては足抜きをさせる。
そればかりか人でなしな真似までしろという。私はもう半輪の五日の月が黒雲を降りるように荘厳なるイチョウの枝に梢下がりにかかったのが亡き母の面影に似て、少年は今おせんの姿に麗しき慈母を見た。ちり悪たにまみれながらもなお失われざる無垢の魂、宗吉への尽きぬ情けがおせんの胸に泉のごとく満ちるのであります。梢になる風の音少々霊気肌を刺す。このままじゃ死んでも死にきれない。明神様も私たちをかわいそうなやつだと憐れんでくださるでしょう。ぬかるみに生きる女が光を求め、忌まわしき縁をたたんとついに意を決したのであります。夜の色が深くなった。仏像をせしめ売り飛ばしただけでは飽き足らず、不木がおせんと同金の現場へ踏み込み、因縁つけて不義いたずらの罪に落とそうという熊沢一味。決行の時は10時。手ぐすね引いて待ち構える悪党連。辺りは席としておせんの部屋に灯る明かりのみが闇を照らす。やい、不木、起きろ。てめえ、起きねえか。起きろ。草坊主、起きねえか。この野郎。なんだい。うるさいね。坊主に当たりゃしまいし、静かに押しよ。この上食い物になるなんざ、まっぴらお断りだ。紅を含んだ唇に銀の光を放つカミソリ。てめえ、そうちゃん、しっかり押しよ。こいつ裏切りやがったな、アマ。とんでもねえことしやがって。そうちゃんに触るの、下駄者、人なし。そうちゃんに触るの。したいようにするがいいよ。蓮の宇手なり乗るぐらいの覚悟はとうにしているんだ。人でなし。死んだって売られたって泣く人もないデク人形で暮らしてきたけれど、純なこの人の真心が移って私に魂を返してくれてからというものは、
せめて命のあるうちに、一時でも半時でも真面目に人間らしく生きたくなったんだ。指一本触れさせやしないよ。お前たち人でなしにいいようにされるのは真っ平だ。お前たちは毛玉者だ。犬畜生に戻るやつだ。そうちゃん、離れるんじゃないよ。表にはおせんの告白によってすべてを知った不睦の訴えで駆けつけたケイラの姿がありました。ジタバタするな、熊沢。かくして悪行を重ねてきた熊沢一味は逮捕されたのであります。拙僧、孤高の名を免れたのはひとえにお前様のおかげ。ありがたいことじゃ。お前様は天から使わされた菩薩じゃ。菩薩と拝みます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。闇に浮かんだおせんの顔は嫁にも輝くばかりであった。やがて二人は御徒町の裏通りにささやかな所帯を持ち、宗吉は憧れの学校へ通うこととなりました。すまなかったわね、待たせて。お月謝。ありがとうございます。姉さん、羽織が寒いでしょ。いいえ、大丈夫。でも寒いでしょ。心配しないで、早く学校へお行きなさいな。行ってまいります。いってらっしゃい。あ、ちょっと、そうちゃん。またみちみちこの豆餅をおあがんなさい。いいですよ、食べたくないんです。姉さんが召し上がってください。だって今朝からご飯の支度もできなかったんだから。そうちゃん、お腹が空いていては勉強ができませんよ。持っていらっしゃい。気をつけて。宗吉への慈しみが彼女の内なる魂を目覚めさせ震わせた。おせんはお濁にまみれた人生からの再起を、新たな命のよみがえりを宗吉への愛によって獲得した。わびしいながらも今やこの家の主として生まれて初めて自由を得たのです。白い鶴はおせんの写しみ、夢の化身、魂の空に羽ばたく。そうちゃん、早くお医者様の試験に及第して幸せになってください。それだけを楽しみにおせん生きているんです。だが
暮らしは貧しく、日々の米にもことかくありさま。おせんはほとほと工事果てました。お隣のおばあさん、また切れないものはなっきり包丁だけだね。お断りだよ。そんなこと言わないで、お米を貸してくださいな。だからそれほど言ってるじゃないか。私の言う通りにしさえすりゃいいのに。元手のいらない濡れ手で泡の商売ね。えだから。でも私そんなこと。嫌なのかい。食えもしないくせに弟に勉強させるなんて呆れたセリフだ。知らないよ。二人揃ってのたれ死に、いい図だよ。おばあさん、私決心ついたのかい。それならあんたならたんと稼げるよ。ご飯ができていますよ。そうちゃんの好きなおかず。さあお上がんなさい。すごいごちそうだ。いただきます。姉さん、急にお金持ちになったんですね。どうだい、まんざら悪くはない商売だろう。せいぜい稼ぐんだね。日々のたつきを売るためにおせんはやむなく身を売るのでありました。宗吉が世に出るまでは骨身をいとわず、どんな苦労もしようものと固く心に誓い、今日もまた黄昏に沈む池のほとりに細い影一つ、薄墨色に溶けてゆくほのかな影。そして宗吉は優しい母であり姉であるおせんのためにも、一日も早く医学を治め立派な医者にならんと覇気に燃え、懸命に講義に耳を傾けるのであります。医学界の大都近藤博士の教えを受ける彼の瞳には、学問への炎のごとき情熱が燃えておりました。帰りなさい。ご苦労様、疲れたでしょ。
お茶。ありがとう。夜食の支度をしておかなかったから、外へ食べに行きましょう。お腹空いたでしょ。いいですよ。いつもの豆餅でたくさんです。姉さん、こんなものが。時計と財布。何でもないのよ。気にしないでちょうだい。ねえ、行きましょうよ。いいじゃないの。たまにはいいでしょ。そうちゃん。ね。試験前の大切な体だから、おいしいものでも食べて元気をつけてちょうだい。行きましょうよ。いいですよ。そんなに根を詰めちゃ毒よ。さ、そうちゃん。食べに行きましょう。感情。しまった。取られた。あの女だ。これ預けておく。頼む。夜はしんしんと更けてゆく。試験勉強に励む宗吉、針仕事をするおせん。姉さん、もうお休みなさい。遅いですよ。いいの。あなたが勉強しているのに、いい気持ちで寝てなんかいられない。今おせんはしみじみと幸せをかみしめておりました。たとえこの身一つ荒れ野に朽ち果てるとも、宗吉のためならば悔いなし。しじまの中に温かなぬくもりが伝わってくる。いかに浮世の風冷たかろうと、宗吉あらば耐えられよう。光が明滅し、足音が近づいた。誰だろう。もしかしたら、あの人かもしれない。忘れ物をした人。それは風俗係の刑事であった。お前に用事だ。静かにしろ。おせんはわのわのと体が震え、なすすべとてなかった。そうちゃん。貴様。これはどうした。これは何だ。貴様取ったんだろう。地獄ばかりか枕探しまで。さあ来るんだ。
奈落の底へ突き落とされた汚染。さっと一条の霊風がその身を射た。待ってください。そんな悪いことする姉さんじゃありません。お願いですから。宗吉は鉄槌を食らったかのとき激しい衝撃を受けた。足元の血が音を立てて崩れた。姉さん、本当に悪いことをしたんですか。姉さん。お前どくんだ。姉さん、姉さん、姉さん。そうちゃん、すみません。姉さん、姉さん。朝のご飯はね、煮豆がかって蓋物に紅生姜。神の覆いがしてありますよ。姉さん、姉さん。惹かれよくせに宗吉の声が悲しく響く。姉さん。宗ちゃん、体を大事に、決して気を落とさずにしっかり勉強してください。姉さんが魂をあげます。空より高くきっと出世をしてください。姉さん、姉さん。君、君。おう、君は、ハタ君、ハタ君、ハタ君、しっかりしたまえ。ハタ君、気がついたか。ハタ君、先生、すまなかった。車の主は近藤博士でありました。鶴の落ちたところで宗吉は思いがけぬ保護者を得ることとなったのです。近藤博士の書生となり、医学を習得し、そして幾年月ある大学病院の内科に勤め、最近留学から帰庁したばかりの正倉博士、それが畑宗吉の現在の姿であったのです。彼は長い回想から覚めた。お待たせいたしました。ただいま発車いたします。順にお乗り願います。待ちかねたように争って乗り込む人人ができましたが、どなたか医師の方はお乗り合わせではないでしょうか。あの、医師の方はいらっしゃいませんでしょうか。私が医師だが。ではすぐお願いいたします。発車。待合室で昏倒した夫人がいるという知らせで、宗吉は電車を降りました。甚だしい決体です。その女の顔を見た瞬間、宗吉は呆然とした。その人こそは実に宗吉が17歳の年の命の親であったのです。無残に痩せ衰えたその頬、見る影もなくやつれたその面、枕場のごとく青ざめたその顔色に、宗吉ははっと胸をつかれた。おせんの
その後の長い辛酸の日々を瞬時にして彼は悟ったのであります。よるべなき自分を身を捨ててまで守り支えてくれた人、恩人であるその人、過酷な運命に翻弄されるがままに任せてきた己が利己心を彼は恥じた。御徒町の横丁で別れて以来のお仙の苦しみは到底償えぬものであろう。残機の念が彼の胸を引き裂いた。何としてもこの人を救いたい、救わねばならぬこの尊い人を。直ちにお仙は宗吉の勤める大学病院に運ばれました。特別室に入れられ手厚い看護を受けることとなりました。だが積年の病毒は彼女の精神を完膚なきまでに蝕んでいたのであります。内科部長、誠にお気の毒ですが手の施しようがありません。立身を夢見、成功の膝端を登った自分と、狂わから狂わへと落ちぶれて気の狂ったお仙。くしき再会の縁は深く、今宗吉は17歳の己に帰り、心の底からお仙に詫びたい気持ちでした。姉さん、姉さん、宗吉です。お懐かしい、わかりませんか。だがしかしお仙は無名の荒野をさすらうばかり。堪忍してください、姉さんを放っておいた僕を許してください。姉さんに救われお世話になった宗吉です。本当にご苦労をかけました。思い出してください、姉さん、宗吉です。明神様の境内で死のうとして姉さんに救われお世話になった宗吉です。畑宗吉です。許してください。おどき、畜生、男、畜生、獣。何をする、何をするんだ、おどき。私の措置をどうするんだ。お話、お話ったら、私の措置を。危ない、危ないよ。宗ちゃん、どうしたんだ。心得違いのことをして、おばあさんと私を忘れて。心血を注いだ宗吉が自分の手の届かぬ遠い世界へ行ってしまったその日から、お仙の転落が始まったのであります。深々と懺悔の頭を垂れる宗吉の胸によみがえる明神の森の木枯らし。福行くたる飼いなに抱かれし17歳の我は帰らず、うつろな笑み浮かべるお仙の傍らで宗吉は身も世も忘れ慟哭するばかりでありました。折り鶴汚染の完結であります。